皆さんこんにちは。今年の5月に個人向けの剪定講座を行いまして、その時の模様を前回前々回の動画でご覧いただきましたが、その後お客様がご自分で剪定されたのを確認したり、5月に剪定できなかったものを剪定したりというフォローを7月に行いましたので、その様子をご覧いただきます。今バックで流れているタイムラプスは前回5月に剪定講座を行った時の模様です。このところ暑いからね。ああ、ちょっと吹いてきましたね。ちょっと一応自分でやったんですけど、ちょっと刈りすぎたかな。そうね、ちょっと強かったかもしれないけど、まあでもまあ大丈夫かな。幹焼けしちゃうからね。でも中も幹から吹いてますよね、芽がね。うん。あれであんまり方向が良くないやつとかは若いうちに変えちゃえばね、こういうところにこういっぱい出てるでしょ。はいはい。これは使えるけどこの2本はいらないかなとか、そういうふうにこうポロって変えてやると今度。こういうのは今度秋とかにやればいいですか。若い吹いてきたのは。そうですけど今年は多分やんなくていいんじゃないかなと。また来年。少し茂らして様子見てからの方がいいでしょうね。この中吹いてきたやつがこうまた中へ入っていっちゃうとかね、それだけ気をつけてて、うん、太くならないうちに取ってやって、外側へ出してきてやればしばらく掘った方がいいかもしれないね。ちょっと木が参ってるかもしれない。あ、ちょっとはい、自分でやったやつではい、これの下の方の枝ってどうしようかなと思って、はい、ちょっとあんまりやらずに置いといたんですね。うんうん。下の方の枝は、はい、ほとんど切っちゃうと出ないから、はい、もうこのまま置いといた方がいいですか？そうね。ちょっと多いけど、この例えば一番下はいらないような気がするね。これはね。あ、はいはいはい。この辺からあればいいから、あとこれもこう隣をこのまま生かしていくんだったらいらないかな。だからこれとこれぐらいが残ってれば。手前のと思うんですけどね。ただまあ迷ってるうちは残しててもいいっていうか、だから一回落としちゃうともう同じようなところからほとんど吹かないんで、下枝はまあ慎重になった方がいいっていうか、はい。どっちにしてもわーっと周り茂ってくれば下枝から枯れていくから、自然とこう淘汰されちゃう場合もありますよね。だいぶ日焼けしちゃいましたね。そうなんですよ。この今週の猛暑のせいで、暑かったからね。慌てて水やったんですけど、ちょっと間に合わなかったですね。焼けちゃいましたね。ちょっと花も咲かなかったですね。あ、そうですか。花咲いたの結局今あそこに見えてる青いやつと、あと奥の大きい株もちょっとしか咲かなかった。あ、そうですか。まあっていうことはこれ来年咲くってことだからね。これ切らなければね。ちょっと結構大きくなってるので、はい、小さくしたい。そうですね。じゃあこの辺が残ればいいかなぐらいですかね。この辺の低いうちにあるやつはもう先切らないで、こういう背の高いのを切り戻して、そうですね、切り戻してやるってね。だから例えばこの辺とかこの辺で切っても、はい、ビューって伸びるから高さそんなに変わんなくなっちゃうんですよ。もうまた切っても同じ長さになる。そう、だからもうこれで下げるんだったら、もうこれだったらもうこの辺とかで切っとくしかないですよね。だから何箇所かもうそうやってボコって下げちゃってもいいと思うんですよ。でこの辺が残ってれば、この辺は咲きますんで。桜も吹いたんだな。そうですね、一応切っては見たんですけど、はいはいはい、あ、でもなんかいい感じじゃないですか。そんなに不自然でもないし、むくげ遅いですね。そうですね、ちょっとまだこれからですね。はい、花はこれからですね。あ、これもこの間ずっとって切ったんだっけ。ちょっとあ、そうですね、大きい、ね、枝を切って、そうですね、でちっちゃい枝もちょっとすいたんですけど、もうどんどん伸びてきて、こんな感じで。はい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 。あの後伸びてもう花芽ついたってことですか。はい。これでも大変ですね、これからね。そうですね。大きくなるし、高いところほど茂るから。上をすごく強く切って、下はまああんまり切らないみたいな。切り方のこう力のバランスをね。はい。でもよく咲いてるな。これもなんか日に焼けてるみたいね。本当ですね。ね、すごいもんな、日差しが。地植えってそんなに水まきいらないものだと思ってたんですけど、はい、この暑さだと。この暑さだとちょっとね。あれですよね。なんか毎日あげた方がいい。いや、毎日はやらない方がいいかな。毎日あげちゃうとね、木が甘えてくるからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だから量さえたっぷりあげれば、はい、2日おきとか3日おきでもいいんです。毎日あげるときはもうたっぷり。そうなんですよ。毎日あげるとなると、はい、結構表面だけのうっすらとしか水やりってできないんですよ。普通バーってやっても、ほとんど染みないんですよ。だからそれだったらもうホースをボンと置いといて、はい、もう20分ぐらい出しっぱなしとか、そのぐらいのもう雨が降るように、中まで染みるようにやって。それでもう2、3日置くっていう方が木は頑張ろうとするんですよね。鉢植えと同じですね。そうですね。だ地表だけ毎日こう濡らしてると、根っこが地表に上がってきちゃうんですよ。なるほど。そうすると例えば1日2日ちょっと家開けたなんていうと、もうその地表の1、2センチのところのしか根っこないから、すぐ日焼けしてもうアウトなんですよ。だそういうふうにこう甘えてくるからね。うん、ちょっと水が遠いぐらいの方が頑張るじゃないですか。あ、だいぶうどんこ病出ちゃいましたね。うどんこ病。あ、そうですね。ちょっと、ね、油虫も出ちゃったので。ちょっと日当たり悪いもんね、バラとしてはね。そうですね。ね、もう軒下だもんね。軒下っていうだけでも結構やっぱり生育的にはこう病気も出やすいんですよね。夜露が当たんないでしょ。はい。夜露って結構大事なんですよね。すごい乾くし、肌にとかね、やっぱり出やすくなる。つるはまだ巻いてないんですか、あれから。巻いてないです。ちょっと梅雨の合間の涼しい時にやろうと思ったらこんなになっちゃって。そうですね。これ下からのやつはもういらないですよね、つる。はい、うん。まあ低いところで探したければあれですけど。大概こういう下から出たやつが親づるにこう絡んでいっちゃうからね。こっちスッキリしましたね。そうですね。ちょっと床をもう抜いてしまって。はいはい、そうですね。ボケはあの時切ったきりかな？ちょっと出荷しましたね。またどうしても出ちゃうんですよね。伸びちゃうね。そうですね。切ってもね。またこれ詰めとくしかないんですよね。ちょっと軍配虫が多分。出てきてるかな。そうですね、軍配かな。ああ、そうですね、いっぱいついてる。うん、されちゃってるね。これって何ですか？はい。あ、これはね、赤目頭かな。ああ、ちょっとひょろひょろと。そうですね。生えてきちゃいましたね。これを大きくなるんですよね。ああ。そうなるとちょっと切っちゃった方がいいですよね。この場所です。そうですね。背高くなるんでね。まあ紅葉とかするから綺麗は綺麗なんですけどね。ただちょっと大きくなるから。まあでもまだ細いから1、2年様子見て、気に入ればどっかへ移すとかね。葉っぱが落ちた時に。おう、にゃおう。なんても実はなりそうですね。何点も葉っぱ透かしたんですか？あ、はい。ちょっと枝もずいぶん丁寧に透かしましたね。ですか。おお、すっきりしてる。うん、普通ここまでやらないですよ。そうですか。葉っぱきれいに抜いてるもんね。お、すごい。紫陽花は葉鉢がついたかな。そうですね。ね、食われちゃった。これを花終わったら剪定するんですかね。はい。ちょっと大きいですね。そうですね。大きい割に花がこことここしか、うん。ここしか咲かなくて。はいはい。ちょっと枝が細いもんね。なんかなんていうの、ガツッとした徒長枝がないですもんね。うん、割とこうバラと同じようにこう強いシュートに咲くから。うん、もうひょろひょろした間にはやっぱり咲かないですよね。ちょっとツバキ切り方がよくわからなくて、これはちょっと切りすぎだね。切りすぎか。うん、やっぱり日陰の木だから幹さらしちゃってるでしょ。そうするとやっぱり幹焼けしちゃうからね。金木はしょうがなくてやっちゃったけどね、この間ね。でもこれも吹き出してはいるんだな。赤ちゃん大丈夫なんですか？あ、大丈夫です。夫に見てもらったです。こういうのもね、将来的にこれがグイーって中入っていかないように早めに処理するってことですよね。いっぱい出てますけどね。月桂樹か。これはまだあれですね、まとまっていかないですね。しょうがないな。ローリーもでも芽吹口からすごいですね。そうですね。切ったそばから。うん、そうですね。これは花芽はつかないだろうな。この間だいぶ切ってるもんね。普通はこの辺の先が花芽になるんですけどね、はいはい、ただやっぱり葉っぱを多く失うと、うん、補う方に力いっちゃうから、花芽がつかなくなっちゃうんですよね。みんな葉っぱの芽になっちゃうね。こういう短い枝の先が花になるかどうかですけどね、うん、みんな葉芽みたいですね、先が。うん、ちょっと花少ないかもしれないね。で、今日どうするんでしたっけ？木蓮と、はい、山帽子と、あ、はい、を教えてもらうということで、はい、はい、ちょっとじゃあ準備していきます。はいはい、私も準備します。で、これ自体も上に強く伸びてってるから、どっかへ切り戻さなきゃなんない。三つ股にもなってるから、真ん中抜いてもいいし、これを残してもいいしっていう感じね。残した方が感じいいかもね。こいつを残してね。そうです。はいはい。ね、そうするとこの辺にいい輪郭になりましたよね。これは切った方がいいですか？そうですね、切った方がいいですね。今みたいな時一緒にこう切ればね、こういうふうにね、こういう感じで切ればね。これもちょっと出てるね。この辺、こういう時にこういうふうに一緒にして切っちゃえば、こういう感じになるでしょ。これでいいですね。うん、そこも強いですね。どこまで戻すかですね。お、それ落としてもいいかもしれないですね。そのちっちゃい枝残せばね。頭はね、そのぐらい思い切らないとダメなんですよね。それも強いやつね。これだったらこれ残して、まあ、おまけでこれ残すかですけど、これとこれは強いからない方がいいんですが、で、その前に、この枝自体が、こういう強い枝、これもそうだし、こういう枝しか生まないでしょ。ここなんかぶつ切りしてあるけど、これ肌見るともう徒長枝の肌ですよね。こういうつるっとした肌。こっちの枝と違う肌でしょ。つるつるっとした。ということは、この枝自体がどっかで切ってもまた強い芽がビューンって出る可能性は高いんですよ。だから今ここに枝残したけど、例えばもうこの段階でこれを落としちゃってね、芯でなくすっていう手もあるんですよ。勢い止めるんだったら。結構近いし、そうですね。うん。これを失うことになるけどね。なんかこれ残したとしてもこうごちゃごちゃしちゃいますよね。これ残してこっちをここで切ったら、ごちゃごちゃしますよね。だから落とすんならもうここで切っちゃう方がすっきりはしますよね。小さく育てたいならそういう切り方をしないと、そういう強い枝残しとくと、いつまで経っても徒長枝が出てくるっていう感じ。まあ将来的にはこの辺の枝残しでこっちをここまで行くとかぐらいになってくると思うんですけど、今のとこはこっちだけ落としとけばいいかな。届きますか？はい。はい。あと向こうに、うん。これ残しで、はい。ここから行きます。はい、いいですね。それは一回後ろのを切っとかないと無理かな。先に後ろ側のを元で切っといてから2回で切らないと。うん。はい。はい、OK です。その後ろに立ってるやつね、強いですね。奥に向かってちょっと伸びてるやつを。はい。残して、はい、ここで切るか。でもちょっと細すぎる気がします。そうですね。もうそこで元で切っといた方がいいぐらいの強さですね。はい。おい。うん。頭はこのぐらいにしとかないとね。はい。それはどうですか。ここの根元で落としてしまった方がいいですか。うん、僕はね、そのもう一段下までやっちゃっていいような気がするんですよ。あ、こっちですか。いや、そのもっと下。はい。その枝は割といい枝なので、それ以上上にまっすぐ伸ばす必要ないでしょう。だから、そのいい感じの脇枝まで落としちゃった方がすっきりすると思いますけどね。切れますかね、それ。いけるかな。おお、いった。使えますね。はい。もうノコ使わなくなりましたね。ここをちょっと整理したらどうですかね。はい。ちょっとごちゃごちゃしてますね。はい。そんな感じにするとね。柔らかい。この辺も花が終わったらそんな要領であんな感じにするといいと思いますね。はい。ん？どれどれ？これですね。ああ、それね。うん、あんまり方向良くないか、やっぱりな。これ残る枝がね、どうですか？使えますかね。ねえ。あんま良くないですよね。ここまでいっちゃいますか。はい、まあ一回そこで上で切ってみるのもいいですけどね。勉強ですからね。一回切って、上で切ってみて、うまくいくかどうかですね。うん。ああ、行くかもしんないぐらい変かな。こっちだけ生かしてどうなんですか。かっこ悪いか、やっぱり。ね。やっぱり使えない枝なのかな、内向だから。下まで行っちゃう。はい。じゃあ行ってください。はい。で、あとその上とかもですね、その辺の枝残しに、うん、その辺残したらいい感じですよね。はい。いいかもしんない。はい、あ、いいじゃないですか。うん。はい、はいはい、どうぞ。いいんじゃないですか。気になります？だらしない？あ、大丈夫ですか？え？まだ切りたいですか？3本でもいいですか？残ってても。ああ、そういうことか。ああ、そうですね。うん。もう花終わってるから切っちゃうか、それ。切るなら一番上ですか？そうですね。難しいとこですね。1本残しにするか、上の2本取って。ぐらいやんないと軽くならないですね。うん。うん、はい。はい。で、その下の段。ね。ここまで戻したんですか？そうね。でもこの辺悪くないんだけどね、だとしてはね。ちょっと角度があんまり。そうですね。これはなんかなんとなく輪郭出てるけど残したいような枝ですよね。こっちはなくなってもいいけど。どうでしょう。うん、そうね。そっちを取ってみて、そんくらい出ててもいいような気がするんだけどな。それはちょっと下へ垂れてる枝を、今触った枝、下へ垂れてるのを処理すると、ちょっと軽くなって上がるから。これをちょっと、この小さい枝に戻します。はいはい。あ、いいと思います。はい。長子は切っちゃっていいですか、ここで。はい。こういう干渉してるのも切った方がいいですか。気になればね。うん、私はそこまで気にしないけど、それはもう個人の自由かな。あ、ちょっとこう、垂れちゃってるような枝も、はい、こう風で揺れるとなんか可愛いじゃないですか。はい、だからちょっとこう、あってもいいのかな。みんなガキガキにしちゃうと、うん、そういうこう、なんか風に揺れる風情とかなくなっちゃうからね。うん。だからあんまり神経質じゃなくてもいいかもしれないね。この辺はもうあとこう眺めて気になれば切るっていうくらいにした方がいいと思いますよ。そこあんまり理屈付け しすぎると味気なくなっちゃうかもしれないね。はい、じゃあここで、はい、どこで上を切る、これはいいですよね。ああ、なるほど。はいはい。おお、ちっちゃくなりました。はい、そこもう下枝の領域になってるから加減した方がいいですよ。はい、どうしても頭でっかちに見えるように茂っちゃうから、下枝を切れば切るほど頭重く見えるようになってきちゃうから、逆にこう下枝はあまり手出さないで上とのバランスを見た方がいいですね。どうしてもね、下枝切りすぎてバランスを悪くしちゃうんですよ。今、濃さのバランスとしては今いいぐらいだからね。下の枝は垂れてたりなんかしても、なんか、それほど気になんなきゃ、ほっといた方がいい場合が多いですね。あとはこっちから眺めて、見てもらって、やっぱりその花があるからって残したところが今わさわさしてるから、もうこっち出てみた方がいいと思いますよ。それで、気になるんなら、花あっても切っちゃうか、仕上げちゃうならね。うん、それか、また、日を改めて切るかっていう感じですね。今、下枝の感じいいでしょ？なんか、うん、そんなにだらしなくもないし、濃さのバランスが今ちょうど、ね、頭でっかちじゃなくて、いいバランスになってるから、こういう感じで仕上がると綺麗ですね。はい。下はね、ちょっと切りやすいからついつい切りすぎるんですよね。うん。うん、いいと思いますよ。はい、でこれも木型としてはこう残しといて、詰めといてっていう方がいいんだけど、コンパクトにしたいならもうとにかくこういう端子まで切り戻しちゃうしかないんですよね。だから木型としてどうかっていうことと難しいんですけどね。まあここの場合はでもこっちが芯だとしたらこっちはもう脇の枝だから、はい、ええ、まあ短くてもそうですね。まあここで切る手もあるし、はい、混み合うの嫌だったらもうここまで落としてもいいしっていう、まあ段階なんですね。そうですね。はい。混み合ってるので。下からいっちゃいますか。はい。うん。これだいぶスッキリしますね。で、バランス取るためにこっち側を、方向としてはこれの方がいいですけどね。ここで切るとちょっとあれですよね。はい。お、何？お、これだ。はい。だいぶコンパクトにするならこういう景色になっちゃうってことですね。はい。そうですね。これぐらいの高さで。はい、だからこれもこういう枝先でいい方向を残すか、あるいはもうこの、これ多分花芽になるので、これ端子残してここで切っちゃうかですね。ただバツバツバツってこう、ゴツゴツっとした感じにはなっちゃう。はい、こういうところで切った方がなんとなくこう柔らかい感じには収まるけども、まあでもね、ここに花を咲くかどうかちょっと定かでないっていう感じですよね。まあ、あるいは折衷案でここまで切って、はい、これとこれ残すってさっき言いましたけど、そういうふうにするか。ちょっと残す感じで。いきますか。はい。そうね、その辺はそう切り詰めでいいような気がするね。うん。あ、折れた。うん。っていうか、ここでいいんじゃないかなって僕思ってたんですけど、はい。はい。で、届けばその後ろを、今なんとなく3本強く出てて、それをどうするかですね。もういい加減大きくしたくないかもしれないね。だからこれが芯なんですよ。はい、だからこれはまあ元で落としてなくして、はい、それでこれとこれとその後ろにあるやつ、はい、その3つをどうするかですね。はい、後ろも後ろが一番背は低いのかな。そうですね、切り口は低いですね。ただその先の枝の出方はちょっとわかんないけど、うん、まあとりあえずこの真ん中を抜いちゃって、届きますか？おっしゃ。はい。ちょっと角度が悪かったかな。こういうふうに切りたかったね。いいですかね、後ろは。で、この辺はまあ、まだ余裕があるから、もう少し伸ばしてみるか、こういう切り方で、切り詰める切り方にするか、これを風にここやっちゃうと、もうなんかゴツンゴツンな感じになっちゃうからね。あ、そこら辺は、なんとなく芯は一本立てといた方が木としてはね、いい感じするんですけど、切り詰めにしといた方が。先に右側の枝をどうするか決めた方がいいかもしれない。どうするかっていうのは要するに、これ残しにしてここまで切るか、これを残してここで詰めるか、で、あるいはこの辺をこう詰めるか、っていうことです。その選択ですよね。あ、これが、例えばこれなんかも、後ろへうんと行きたくなければ、この米だけ、小枝残して切るか、っていうことですね。この辺の処理。お、まあ、脚立、僕の脚立の方が寄りやすいから、ここから眺めて、どうしとこうかなって考えて、それから真ん中の芯を決めてもいいんじゃないかと思いますね。で、芯をどうするかですね。切り詰めですかね、やっぱり。うん。いや、もうちょっと上の方が感じはいいでしょ。その1、2、3個上。はい、そこ。はい。うん。で、左側もそれに似たような感じで。はい、そこ。はい。そんな感じがいいと思いますよ。これが迷っちゃうよな。どうするかね。残しとくかね。絡んできつつありますよね。ダメか。よくないですね。ダメですね。切った方がいいですかね。切った方がいいね。元できるか、この辺で未練がましく残すか。ね、で、うん、そう、可能性を残して。もうちょっと上で残しといてもいいか。うん、その辺の芽を残して。ああ、この方がやっぱりスッキリするよね。はい、もうちょい左足一本足やった方がいいかな。はいはいはい。そうするとね、隣の枝ともそんなに干渉がないですよね。少し切り詰めておいた方がいいですね。あ、残った枝。上の、あ、右の枝もね。あ、一個下。一個下。はい。そこの方がいいです。これは手前に出てきていいからそこですね。はい。と、その上ね。はい。いい感じになりましたよ。どうですか？あの頭の感じも、あんな感じでいいんじゃないですか？出会った。これはいいですか？うん、これはいいんだけど、こいつがちょっといるのかな、どうかなっていうぐらいになんか2箇所干渉してますよね。だから元でいらないのかもしれないぐらいかな。で、かがんだついでにその右側左側に、そうそう、それがね、ちょっとうるさい感じね。右も雑草のように生えちゃってるから。え、それ、あ、そうね、それと、その右側の細いやつもどうだろうね。うん。ない方がスッキリする。はい。うん。それ気になります？これもちょっと奥からで、うん。手前に。そうね。でもその蓋がついてる枝よりはこっちの方が良さそうな感じじゃないですか。これなんか間延びっていうか。だからこっちを生かして。どうだろう。これこのなんかつるんとしたこの感じがなんかこう。そうですね、途中にあったな。うん。どっちかを残すって言ったら、こっちの方が将来性ある気はするよね。今、細いけど。うん。ぐらい迷ったら、はい、まあ、置いといて、ぐらいな感じ。そうですね、重いですね。あれ元でなくてもいいかもしれない。元でなく切っちゃっても。元か、この辺で詰めるか。詰めておきます？詰めれば上がるか。はい。はい。いいじゃないですか。もう、あんなもんじゃないですかね。やっぱり元の方が良かったから。ああ。これもあるからか。なんか、なんかね、ごちゃごちゃ変してるね。そう、4本出てるからね。なんか、もう1本ぐらい減らした方が、うん。そうですね。その方がスッキリしますね。はい、可愛いじゃないですか。はい。いいと思います。どうですか、やってみて手応えというか。そうですね、まだあ、でも今日前回自分であの後切って、で今日今回教えてもらって、はい、ちょっと切らなくてもよかったなって、またなんか復習というか、できてよかった。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。お庭ってなんか自分でやりたいっていう人には、ええ、そうですよね。うん、そんな難しくないでしょ。だってなんていうか、コツが分かっちゃえば。本読んで、はい、で動画見て、教えてもらうと結構そうですよね。もう今日なんか見てても全然こう不安がないから、もう自分でできるなって感じです。意味枝を取って、でまあ切り戻すっていう。そうです。それが基本です。そうですよね。バッチリですね。はい、ありがとうございました。じゃあまた何かあったら。はい、ありがとうございました。